どうも、キスクです。今回はサムネイルとタイトルにもある通り、某攻略サイトのリセマラランキングがヤバすぎると、まあひどいんですよね。めちゃくちゃ、まあ、リセマラのランキングとか見るの誰って聞かれると、まあ、初心者であったりとか、まあ、今から始めようっていう人がほとんどだと思うんですよね。で、そういう人たちがこういうサイトを見て、わけわからんランキング見て鵜呑みにしてしまったら良くないんじゃないかなって思うんですよね。だからちょっと動画にしてみようかなと思います。まあ、どこがおかしいのかとか、まあもちろん納得する部分もまあ多少はあるんですけど、多少ね多少はあるんやけど、まあほとんどひどい、めちゃくちゃひどいので、ちょっとその辺見ていこうかなと思います。はい、よければチャンネル登録と高評価お願いします。それではまずちょっと見ていきましょうか。はい、こんな感じなんですよね。まず、1位がベジットブルー、2位が合体ザマス、3位がスーパー海洋剣孫悟空、4位が、ベジータブルー。で、5位が怒りトランクスっていうことで、1位のベジットブルーは、わかります。めちゃくちゃわかる。でね、補足として、この攻略サイトの記事ができたのが、結構最近。めちゃくちゃ最近なんですよね。7月の、ほんま終わり、8月の頭ぐらいにできてるんで、超最近の、もう最新情報っていう感じではあるんですけど、まあ、この1位から5位見るだけでもちょっとおかしいなと思うんですよね。まあ1位のベジットブルーは OK。で、2位の合体ザマスも、まあ、OK。3位。スーパー海洋剣悟空が今手に入れるべきキャラクターのトップ層にいるっていう。これおかしくね？これ3位。4位も正直おかしい。このベジータブルーっていうのが、親指を自分の方に向けてる、落ちバフでドラゴンボール3つ奪うキャラクター。一番新しいベジータブルーが4位。で、5位に怒りトランクス。ありえないですね、これは。怒りトランクスは、まあ、ここは正直個人的なあれになっちゃうんですけど、怒りトランクスは2位でいい。で、合体ザマスが3位。だと、まあ納得かな。1位ベジットブルー、2位怒りトランクス、3位合体ザマスだと、だいぶ納得。ただこの3位と4位に、このスーパー海洋剣とベジータブルーが入るっていうのが、正直わけがわからない。わけがわからないよ。僕と契約して正しいランキング記事を作ろうっていう感じではあるんですけど、で、これ、このサイト、まあ理由も書いてるんですよね。なぜ3位なのか、なぜ4位なのか、みたいな感じで書いてるんですけど、まあ3位のスーパー海洋剣悟空は、射撃アーツを使うだけで射撃の攻撃力がアップする。まあ、2周年の後半にふさわしい性能になってますと。石が余ってるなら確保しようっていうことを書いてるんですけど。で、まあバランスよく高水準な性能になってると。どんな状況でも力を発揮できるキャラっていうことが書いてるんですけど、まあ、全くそういうことではなくて。全くそんなことなくて。まあもちろん射撃アーツ使うだけで射撃の火力が上がるっていうのは強いとは思うんですけど、まあ、弱くないですよ、もちろん。弱くないんですけど、このメンツの中で3位なのかって考えると、全くそんなことはない。怒りトランクスの方が断然上。で、このベジータブルー。ベジータブルーの理由が、まあどんな編成でも活躍しますよっていうことが書いてあるっていうのと、簡単な条件で縛りもほとんどなく味方の火力を上げてくれる。全くそういうことなくない死なないとダメでしょ、これ。このベジータブルーが落とされることを、まあ簡単な条件って思ってるのであれば、まあその通りなんですけど、まあまずそこが間違い。今の環境で1体落とされるっていうのはだいぶきついと思う。なので簡単ではないです。落ち葉振って。はい。で、どんな編成でも活躍しやすい。じゃあ、ソンパーティーに入れてもいいのかなっていう感じに聞こえるし、じゃあ、人造人間パーティーに入れて活躍するか、ちょっと動画撮ってみようかな、これ。っていうぐらい、まあ、めちゃくちゃですね。確実にこのゲームをやってない人が、まあ、上っ面の YouTube とかを見て、ああ、ベジットブルー流行ってるから1位でしょ、みたいな感覚で、まあ、作ってることは、ほぼ間違いないんじゃないかなと。
思います。まあ、1位から5位だけで、こんな感じで、こんな感じなんですよね。はい。で、6位から10位、ちょっと見ていこうかな。うん。はい。もっとひどい。6位、最終形態クーラー。7位、スーパーサイジンブロリー。これは、全開覚醒する青色のやつですね。で、8位、劇場版変身ご飯、黄色のやつですね。で、9位、超フルパワー悟空4。で、10位がスーパーイーシンロンということで、これどうですか皆さん見て。考えられへんくらい。冒頭でも言った通り、この、なんていうの、リセマラの記事とかを見る人ってさ、やっぱりやりたてとか初心者の方がほとんどですよね。うん、ここに異論はないと思うんですけど、6位と7位のキャラクターって全開覚醒してこそ力を発揮するキャラクターなんですよね。その、なんていうの、レジェンズ始めたての人とか初心者の人に全開覚醒させんのっていう話ですよね。もちろん全開覚醒したら強いですよ。ただ全開覚醒した状態で出てくるキャラじゃないじゃないですか、これって。っていうのを考えると、6位と7位がマジでおかしすぎる。考えられない。で、この理由ね。理由ちょっと見て笑っちゃうんやけど、全開覚醒対象キャラですと、まず。で、この最終形態クーラー、全開覚醒のブロリーを持ってれば、破格のパーティーが組めますと。凶悪そのもの。この二人が揃ったパーティーはもう誰にも止められないみたいなこと書いてるんですよね。いや、面白いこと考えますよね、これって。まあ、ありえないですよね。ありえない。このクーラとスーパーサイジンブロリーは、考えられないです。はい。ましてやリセマラのランキング。これ最強キャラランキングじゃないですよ。最強キャラランキング強さ順じゃなくて、初心者や、今から始めようって人が引いた方がいい順番なんだね、これって。何回も言うようやけど、これリセマラのランキングですからね。クーラとブロリー入らんやろ。6位と7位いましてや。このサイト鵜呑みにしたらどうすんのマジで。で、まあ劇場版変身ご飯と、超フルパワー悟空4、スーパーイーシンロン、まあ、どうなんだろうな。まあ、11位から15位見ると、まあ、変身ご飯とかもちょっとおかしいかなっていう感じはしますね。まあ、何よりこの6位と7位がやばすぎる。じゃあお次、11位からちょっと15位見ていきましょう。はい。こちら。11位がバカ野郎。12位がマジンブー。13位がビルス。14位が変身パイクーハン。15位がケフラ。おいおい、何、冗談はよしこちゃんなんですけど、マジで。11位のバカ野郎も別に今の環境そんなに強くないし。で、14位、12位と13位ね、はい、全開覚醒キャラクターです。ありえないですね。ありえない。もしね、もし全開覚醒した状態で出てくるガシャとしたら、最終形態クーラと最終、スーパーサイジンブロリーよりこの2人は順位が上です。うん、前回覚醒のキャラとしても、まず順位がおかしい。で、マジンブーとビルス。まあ、ビルスもマジンブーも、始めたての人とかに7突刺して、前回覚醒のガシャ引かして、前回ソウル集めさせて、作れって言うんですかね。まあ、これはお笑いもんですよ、ほんまに。腹抱えて、笑っちゃいますよね。で、14位と15位。おわ、これ某実況者大喜びのランキング。まさかのケフラよりパイクーハンの方が強いらしいです。はい、ありえないですね。ありえない。まあそうだな。まあもちろんパイクーハン好きな人とかいるとは思うんですけど、まあまず性能面見て、リセマラで引いた方がいいランキングと見たら、圧倒的にケフラの方が上。うん。で、なんならケフラ15位とかじゃなくて、5位とかでもいいわ。それぐらい上だと僕は思ってます。うん、変身パイクーハン引くぐらいやったら、まあこっち系引いた方がいい。まあそんなところかな。まあまず全開覚醒キャラクターをリスマラランキングに入れてる時点で、まああれですね、
まあこの人はゲームをプレイしてないですね。はい。じゃあお次16位から20位見ていきましょう。はい。変身ベジット、スーパーベジットリミテッドですね。で18位ヒット、19位ロゼ、20位が、リミテッドベジータブルーとなってます。うん、まあリセマラで引くんやったら、ヒットはいらないかなと思います、正直。うん、いらない。リミテッドベジータブルーの方が上かな。うん、断然上で、まあロゼはまあまあわかる。うん、わからんことはないで、変身ベジットもまあわかる。ただ変身ベジット16位じゃないから、もうちょい上でもいいかなと思います。バカ野郎の方が断然下っすね。そうだな、まあ7位8位とかに入れてもいいんじゃないかなっていうレベルで、まあ強いと思います。はい。でリミテッドのスーパーベジット、まあこれもどうだろうな。リセマラランキングって考えた時にどのガシャ引いたらじゃ出んのこれねえ、リセマラしようっていう人に超時空ラッシュクリアさせてチケットで無料引いて、スーパーベジット出へんかったらリセマラっていう、その長時間のサイクルを繰り返させるってこと、やばいっすよねこれ、相当やばい。で18位のヒットはまあありえないと。で19位のロゼ、まあロゼもまあこんなもんかな。でベジータブルー、ベジータブルーはね、もうちょい上でいいかなって思うっちゃ思うね。うん、もうちょい上かなっていう。じゃあお次21位から25位見ていきましょう。こちら、はい、劇場版クーラ編悟空、一番新しい悟空ですね。で、悟空ブルー、これあの打撃カバチェンある赤色のやつですね。でスーパーベビーで、シンターレス21号悪、まあ、変身21号と、まあ、呼ばれているキャラクターなんですけど、スーパーベビーって俺スーパーベビーのちょっと理由見てみたいな、これちょっと見てみますか。さらに、サイヤ人、今月サイヤ人タグに対して火力アップを行えたり、特定の敵とはいえサイヤ人、根血サイヤ人自体が多いので実際刺さるところが多いのも魅力。再生タグのキャラとの相性が非常によく、てかさ、再生タグのキャラとの相性が非常によくって書くんやったら再生キャラほぼやろ思わん、ほぼでしょ。再生タグ縛りなら確保安定みたいなこと書いてますね。うん、まあ厳しいです正直。スーパーベビーは、23位にいるべきキャラクターではないです。はい、火力出ないし、まあ回復は強いっちゃ強いけど、リセマラランキングで見た時には断然シンターレスの方が優秀ですね。全然シンターレスの方が優秀で、この打撃カバチェンある悟空に関してはロゼより上ですからね。はい、その辺もまあ最近の環境やってないんだなっていう感じはしますね。まあ、21号枠はいや優秀ですよね、優秀。まあこんなもんか、25位ぐらいか。劇場版クーラ編悟空もそやな、そうですね、まあ21位ぐらいなのかな。まあだから納得するところもまあちらほらあるんですけど、ところどころ何こいつっていうのが入ってるんだよね。じゃあ次26位から30位、これでラストかな。はい、見ていきます。26位、劇場版変身ベジータ青色のやつですね。スーパーサイジン2ご飯、これは紫の全開覚醒するキャラクターですね、初期悟空リミテッドピッコロ、30位フルパワーボージャックということで、はい、なんとこの人はスーパーベビーの方がリミテッドピッコロより当てた方がいいらしいですねてかさ、リミテッドピッコロのガシャさ、リセマラできるんでしょ？教えてくれへんかな、俺にこっそりと。俺も引きたいよ。どこのガシャで出るんやろね。その辺ちょっと聞きたいんですけど。まあ、まず27位と28位ですよね。前回覚醒キャラクターをリセマラランキングに入れてる時点で考えられない。はい。で劇場版変身ベジータもまあ戦えなくはないけど、
全然火力は出るけど、そんな最優先で欲しいのかって言われるとちょっと怪しいかな。うん、ちょっと怪しいってな感じかな。リミテッドピッコロもまあもっと順位上やし、フルパワーボージャックはまあこんなもんでいっか。いや、この全開覚醒キャラクター入れんのがマジで考えられないんだよな。はい、ということで、まあ一応ね、この動画では、30位まで紹介したんですけど、他の順位も結構面白くて、キントン悟空、レジェロ悟空いるでしょ、あれもランキングに入ってたりとか、前回覚醒のレジェロトランクスもランキングに入ってるんですよ。ディセマラやろ。何言ってんのこの人。マジで。っていう、ちょっとね、結構、ね、怒りに任せた動画になってるような気がするんですけど、まあ、何回も言うようやけど、リセマラランキングの記事とか動画ってさ、初心者とかやり始めの方が見るもんなんで、あまりね、間違った情報を教えちゃうと、良くないよ。良くないよ、普通に。何？運営の回しもんですかっていう感じのラインナップですね。はい、全開覚醒みんなでしようみたいな、盛り上げようっていう意思が6位7位からひしひしと感じられる、まあ、そんなランキングだったんじゃないでしょうか。はい、皆さんはこんなリスマラランキング記事にどう思いますかね。僕はね、結構ひどいなって感じるんですけど、まあ、皆さんの感想をちょっとコメント欄で教えていただけたらなと思います。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは、よきドラゴンボールライフを。バイバイ。